こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。ドライブ中に発見して、その外観と店名に心奪われすぎて、これはもう後日行くしかないと強く心に決めたお店に満を持してやってきましたのコーナーでございまして、本日は八王子方面にありますこちら、ステーキ&ハンバーグミートダイニングゴッサムさんにやってまいりました。いや、この看板からのゴッサムさんという店名、バットマンに出てくる架空都市の名前ですよね、ゴッサムって。ワクワクしちゃいまして、やってきた次第でございまして、こうメニュー見ていきますと、今ランチの時間帯なんですけども、サーロインステーキから始まって、クリーミーガーリックサーロインステーキ、ロースステーキ、クリーミーガーリックロースステーキ、このクリーミーガーリックって名前がいいよね。でチキンステーキもありますし、ビーフ 100% 手ごねハンバーグもたくさんのソースの種類で楽しめます。でしそバターとポン酢の和風ステーキとか、特選ステーキ、待って、リブロース、特選ヒレ、いろいろな部位が食べられますし、自家製タルタルチキン南蛮、チキン系もあるんだ。いろんなお肉も食べられると。で自家製ハーブカレーとかサイドメニューもご覧のように充実しております。でなんとスイーツまでこだわりのものが食べられそうな感じでございまして、ステーキの現物はどんな感じなのか、そして店内ですよね、あのゴッサムシティのようなまがまがしい薄暗い店内なのか、そこら辺も楽しみにしつつ入店していきましょう。さあ無事に入店することができましたけれども、店内はもう素敵を極めた空間でございます。びっくりしております。なんという空間でしょうか。アメリカンな感じもありながら、落ち着くボックス席なのか、ソファー席なのか、小上がり席なのか、何と呼ぶのかわからない、ただ抜群に居心地がいいであろう空間からの、こっちに来ますとやっぱりアメリカンでありながらレスラー的な雰囲気もありながらですよね。そしてこっちに行きますと漫画コーナーもありまして、はじめの一歩、ベストバウト集とかあんのかな。でクローズもある。でこういった小物も飾られておりますと、僕が勝手に抱いていましたあのゴッサムシティの雰囲気とは全く違う、すごい癒され空間でございまして、メニューを見ていきますと、やはり1ページ目がもうサーロインステーキなんですよ。でやっぱり1ページ目が一押しなのかなという感じもありながら、サーロインステーキの中でもクリーミーガーリックってやっぱり気になっちゃいますよね。なのでこれの最大サイズ、サーロインステーキとロースステーキご用意してまして、サーロインステーキよりロースステーキの方が少し柔らかめのお肉に。ではクリーミーガーリックロースステーキの450のレアでお願いします。ライス大盛りでお願いします。すぐに覆す男、ロースステーキの方が柔らかめですよという情報をいただきまして、脂身も程よくジューシーな肉質ですとなってますね。でこちらもライス大盛り無料でしたので、ロースステーキのクリーミーガーリックのバージョンにしました。ちなみにお値段はこっちのサーロインステーキは450で3980円で、ロースステーキの方は4380円となります。そしてサラダは自家製のコーンドレッシングということで、もうこれはベジファーストしてくださいというお膳立て整っております。いただきます。この強制ベジファーストシステムは相当ありがたいよね。ああ助かる。本当だ、本当に思いっきりコーンの甘さぎっしりで、そこに酸味が乗っかったようなドレッシングでして、このサラダの中自体にもつぶつぶコーンが入ってますので、なんかコーン尽くしのものを食べている中でさっぱりと、これによってもうお肉の受け入れ体制万全です。ドレッシング各種なんですけども、これ見てください。卓上調味料は衛生上の都合で継ぎ足ししておりません。お手数ですが、なくなりましたらお声掛けくださいとのことでございまして、なんという素敵な計らい。いただきます。はい、なんという当たり前ですけど肉肉しいビジュアル。はい、ありがとうございます。そして大ライスも登場しまして、いや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 、デカ肉登場。デカ肉の上にクリーミーガーリック、そしてクリーミーガーリックにガーリックチップが刺さったり乗っかったりしてます。でもしかしたら今ガーリックじゃなくてガーリップって言いましたけども、それがもう気にしなくて、そういう細かいこと気にしなくていいじゃんということをこの巨大製品が語ってくれております。でかっ。そしてお味噌汁の器、前代未聞じゃないこれ。このちゃんとお味噌汁の器の感じでこれがついてるって、どちらも特大。いや半端じゃないよね。まずはこう来て、いやさすがです。めちゃめちゃ端っこの部分油プルンプルンで、どうしよう、端っこはまださ、クリーミーガーリックとか投入せずにお醤油でいってみるみたいな、おしゃれかましてみる。うまっ、うまっ、うまっ、うますぎる。お肉そもそもにちゃんと下味ついてました。そりゃそうか、そりゃそうなの。塩コショウとかで味がしっかり整えられておりまして、本当に店員さんがおっしゃってたように柔らかいんですけども、思ってた以上に柔らかいってことは、まあおそらくサーロインも柔らかいです。ただサーロインよりもロースの方がさらに柔らかいっていう意味だったと思います。そして何よりもものすごいジューシーな感じがしたんですけども、あ、ここからがもしかしたらいよいよこのロースステーキの本領発揮のパートかもしれませんね。ご覧ください。せーの、はいはい、断面レア感をここでしっかり醸し出してくれまして、このクリームガーリックがまだ乗ってない部分を楽しめるのがここまでかなということなので、ちょっとここは、はい、わさび醤油パターンでお刺身扱いして攻めてみようかななんて思っております。あ、ちょっとガーリック乗ってきた。何買ってきてんのこっち。まだよ、出番早いのよ、急に何してんの。うまっ、やってくれるぜゴッサムさん。ロース肉に対してのこちらのイメージをまた 1,2 段階上げてくれちゃいましたね。ロース肉ってこんなにうまいんだって思い知らされた。他のお店のロース肉とちょっと一線を画すレベルで、本当に皮やジューシーくらいジューシーなんですけども、何がどうなってこんなに美味しくなっちゃってるのか分かりませんけれども、とりあえずクリームコーティングいっちゃいますよ。うわ、なんだろうこの作業、すんごく気持ちいい。こんなことしちゃっていいのみたいな気持ちよさがステーキの上にこんなに塗っていいのみたいな、生クリームベースみたいな感じのクリームガーリックソースだと思うんですけれども、これでこうして、じゃあまずはこれ以上ソースとかかけずにこれでいってみようか。まみれちゃってますよね、クリームに。快感。味の薬師丸ひろ子さん出ちゃいましたけれども、ものすごい新食感、新体験が快感と僕の口に言わされた。何このとろける感じだから、脂身とかが程よくてジューシーっていうのが分かりましたよ。でその脂身とか肉汁のジューシー感にさらにふわっとクリーミーなジューシー感もかぶさってくるイメージで、そこにガーリックチップのねサクカリ感も襲ってきて、全部のトータルコーディネートが完璧なステーキでした。こんな新体験をさせてくれるステーキがこんなにでかいって嬉しすぎる。そしてガーリック感はね、全然くどくないんだよなというか、今この画角で画面見てる方は僕がご飯おかずにご飯いってる感じに見えちゃってるかもしれないくらい、本当にびっしり白いよね。ステーキが完全に雪化粧してます。味の松山千春さんです。すごい。でこの雪化粧、このお化粧自体も厚めなんですけれども、それを上回るやっぱりこのそもそものステーキの厚み、尋常じゃないよね。ゴッサムさん完全なる殿堂入りです。家族でも来やすいこの落ち着き空間の中で味わえる、めちゃくちゃアバンギャルドなステーキ。アバンギャルドって意味わからずに使ってんな。なんかアバンギャルドってなんだろう。でお味噌汁は玉ねぎが入ったお味噌汁ですね。で実はこちらにはインゲンもトッピングされておりまして、あとコーンもありますので、コーンに関しては最下位です。あ、さっきいたのにみたいなさ、ショッピングモールとかでさ、さっきユニクロの店内で会った人、すれ違った人と、あ、無印でも会ったみたいな、その感じになってます。そしてさらなる悪魔を召喚してみましょうかということですよね。このガーリックソースなんですけども、クリームガーリックソースなんですけども、そこまで味は濃くないんですよ。なのでさらにこの上にガーリックソースで追い打ち、ちょっとやっちゃいましょうか。こうきての、はい、これでどうなっちゃうの？これはやばいでしょう。はい。一気にラスボス感が増す。ジョーカーが小物に見えるくらいのラスボス感醸し出し始めまして、めちゃくちゃ美味しい。やっぱしょっぱみがね一気に増しちゃうんですよね。これによってなんかもうね、チート感がすごいことになっちゃう。すいません、残りも全部かけちゃいました。この食べ方がお店のおすすめかどうか私ね確認してないんですけれども、間違いなく美味しいし、現状ここでしか食べられない美味しさがここにありますので、もうまた僕がねふとあれ、あん時のあれ食べたいなって思ったら、もうここに来るしかないのよ。そういうお料理を提供してくださるお店大好き大好き。はい。ごちそうさまでした。というわけでゴッサムさんにて食べてまいりましたが、もう外観と店名で心奪われて、どんな感じのステーキがいただけるのかなと思って入ってみたところ、中こんなに広いの？こんな空間、こんな席もあるの？みたいなところに驚かされながら、こんなパワフルなステーキあんのと、もう行けば元気になれること、受け合いの素敵なお店でございました。美味しかったですし、超おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、 MCX1000 さんからのコメントで、唐揚げにレモンかけていいですか？これさ、今僕に聞いてどうすんの？ MCX1000 さんが今飲み会中なんだとしたら、その目の前にいる方に聞いてください。その会の最中でここにコメント打ってきて、唐揚げのレモンに関して許可を得てから、いいんだって思ったところで、もうすでに終わってますよね、その飲み会ってことだから、もうタイムラグがすごいから、ここでの確認やめてください。ただこの唐揚げにレモンかけていいか問題に関しては、すごくね、難しいところありますよね。やっぱりその場の中にはさ、唐揚げレモンかけていいですかって言われちゃったら、もう本当は嫌だけどなとか思いながらね、まあもうその場の同調圧力に押されて、もういいことにしちゃうとね、もうしょうがない、しょうがない、もう本当は唐揚げレモン違うんだけどな、俺はレモンとか違うけど、がっつり油の感じ味わいたいけど、もうレモンかけちゃいますか、じゃあどうぞって思いながら受け入れちゃってる人もいると思うのよ。なので僕はやるのは、唐揚げレモンかけていいですかって言ってレモン取って、自分の前の唐揚げ1個だけにかけて、こう置いて食べると、おいおい1個だけかいって突っ込んでもらえるんですよね。すいません、変なこれ技ですけども、1個だけかいって突っ込んでくれた場合、1個みんながその距離が縮まるというか、なんかさ、なんかそこでほぐれるから、あ、すいません、皆さんもかけますって言って、そこで、あ、でも俺はいいやとか言ってくれるのよ。なんかいいやって思ってる人はいいやって言ってくれるの。そこでなんか1個距離が縮まるから、そういう作戦を私は使っておりますし、ポテトのね、山盛りポテトフライ的なポテト、みんなで一皿みたいなで、ポテトがいっぱいどっさりみたいに乗ってるパターンの時に、なんか率先してついてくるケチャップあるじゃん。なんかこういう縦型のやつに入ってて、チュッて口を切ってツッて垂らすやつあるじゃん。あれを率先してさ、垂らす人がいて、そういう人が食べたポテトのかじった断面をここにつけて食べ出す、みんなでこれ共有するケチャップなのにみたいなことが起こりかねないので、僕はそういう時は率先して、もうケチャップをもう真っ先に取ってで、その場に4人いたら、もう4箇所、もう皆さんの前にちょん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 とね、一番つけやすい、皆さんが一番つけやすい場所、お皿の隅っこにちょん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 ってつけて、それぞれのケチャップとして運用できるようにしております。これ公式ルールにしません？トムトムニーヤンさんからのコメントで、関東ではものすごい雨やひょうが降ったそうですが、美味しかったですか？食べてない、食べてないし飲んでないの。これ確かにね、このコメントが来た日だから、これね、今撮影している日の前日なんですけども、昨日の夕方ぐらいにとんでもない雨、確かにひょうもバーって降ってきて、僕は外にサッカーのスパイク干してたからさ、めちゃくちゃ濡れた。もうサッカーのトレシュートスパイク2つとも干してたから、めちゃくちゃびしょびしょに濡れて最悪だったんですけども、娘がね、学校から帰ってこれないと、もうみんな、児童のみんなも学校から帰ってこれないレベルの大豪雨だったので、学校に児童が待機してると。で、お迎えに来れるお父さんお母さんは連絡してから来てもらえませんかっていうのがね、通知が来たから、まあ行ったんですよ。僕ね、傘さして、娘の傘持って、もう豪雨の中行って、びっしょ濡れ。びっしょ濡れで学校に着いて、学校の正門抜けて入り口のところまで着いたら、娘が入り口のところで待っててくれたんですけども、その娘と合流する頃にはもう雨が止んでて、ただびしょびしょのパパと何ともない娘が一緒に下校をしたよっていう事件は起きました。川手健二のロックンロールパーティーさんからのコメントで、みっちょんさんの大好きは完璧ですが、これからは素人さん参加で毎回へんこめ職人さんの大好きが見たいのでご一行お願いします。返事は顎を長くして待ってます。よろしくお願いします。ということで、これめちゃくちゃ面白そうだよ。みっちょんさんの大好きをただ皆様超えられるの？これ別にいいですよ。ただそれとやりたい人はいないでしょ別に面白そうだなとは思いましたけども、やりたい人はいないと思うのよ。 X 宛てとか僕のこの概要欄に載ってるフリーメールのアドレスとかに大好き送ってくれてもいいんですけれども、もう採用のハードルはそんなに低くないですよ。だって今みっちょんさんがやってくれてる大好きの枠ですから、そこに対してどう立ち向かっていくのかっていうことになってきますから、結構なクオリティ求められますけれども、これが本編の中に毎回毎回組み込まれ出してきたら、もういよいよ何のチャンネルか分かんなくなってこないってことになるけど大丈夫？それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディリンディリン、マサト生木さんからのコメントで、ハイジーさんの動画へのコメント欄が毎回とんでもなくハイジーファンたちの愛があふれるコメントばかりなので、いつもたじろいでしまいます。どうやら何かツッコミコメントできないと仲間に入れないのかなと最近は悩み始めています。どうするべきか、やっぱり富士山の樹海で考えるべき案件ですよね。そんなことしなくていいの。富士山の樹海まで行って考えるようなことじゃない。別に自然に思ったこと、今日の、ステーキ美味しそうでしたねとか、それでいいのよ別に。普通に動画を見て、あ、今日のステーキ美味しそうですねとか言ってくれて嬉しいですから、富士山の樹海にまで行って悩むべき案件じゃないですし、それに対してニラ肉味噌さんがハイジさん樹海好きですよ。好きじゃないの。好きじゃないの。僕も樹海にこもってないの。だからこのマサト生木さん生木さんが樹海に行って考えようとした時に、僕も樹海にいてこういう風にしたらいいんじゃないですかってアドバイスすることもないの。